日曜日と月曜日に放送される CM は短い時間ですが、その中に詰まった情熱と努力を感じてください。今夜から、こんにちは、ヒラノ耀のファンの皆さん。素晴らしいニュースが舞い込んできました。彼の成功に涙する懸命な努力が実り、彼は今、輝きを増しています。ヒラノ耀、ミスジンソーダ、ヒラノ耀、サントリーミスジン。ファンとして私たちの役割は、 彼をサポートし、彼の成功を共有することです。テレビの合間に流れる CM を見逃さないようにしましょう。15秒の CM では平野紫耀の魅力を感じることができますが、その裏には何千回もの努力があります。彼は我々が感じる幸せの裏で、一生懸命に頑張ってくれています。日曜日と月曜日に放送される CM は短い時間ですが、その中に詰まった情熱と努力を感じてください。 彼がどれだけ頑張っても疲れを感じず、一生懸命になれるよう、私たちファンも彼をサポートし続けましょう。また、彼の活動をより広く知ってもらうために、この情報を友達や家族と共有しましょう。彼の成功は私たちファン全員の成功でもあります。一緒に彼を応援して、彼がどれだけ多くの人に幸せをもたらしているかを広めましょう。さて、毎日の習慣となっている CM 視聴。 それはもはや単なる習慣ではなく、私たちが楽しみにしている特別な瞬間ですね。冷蔵庫の冷やノちゃんや、いってらっしゃいと言わずにはいられない瞬間。これらの小さな瞬間が、私たちの日常に幸せをもたらしてくれます。そして、彼の出演するテレビ番組も見逃せません。日曜日から月曜日にかけての放送スケジュールを確認して、彼の活動を応援しましょう。 テレビ東京、テレビ朝日、日本テレビ、TBS、フジテレビと幅広い番組でお会いしましょう。2月25日、日曜日、22時からテレビ東京系列あり、き吉井。2月25日、日曜日、21時からテレビ朝日系列、さ、ムデーステーション。2月25日、日曜日、21時から日本テレビ系列。 よう、別のできる法律相談所。2月26日、月曜日、22時からテレビ東京系列。ワールドビジネスサテライト。2月26日、月曜日、23時から TBS 系列。ニュース232月26日、月曜日、20時からフジテレビ系列。子、見出し先生田中。2月26日、月曜日、19時からテレビ朝日系列。き、レマンデーミ、ケタイ、3HSP。 最後に、彼がどれだけ一生懸命に頑張っても、私たちファンがいつも彼のそばにいることが何よりも大切です。彼の成功は私たち全員の幸せな瞬間でもあります。一緒に彼を応援し、彼の輝かしい未来に期待しましょう。ありがとうね、平野紫耀。